1839年頃の野外礼拝を描いた水彩画キャンプミーティングとはアメリカ合衆国の開拓期にキリスト教の長老派教会から始まった集会様式。18世紀のアメリカにおいて未踏の荒野への何千人もの移住はある種の宗教的真空状態を引き起こしていた。礼拝のできる家がほとんどなかっただけではなく世紀に認職された聖職者の不足は より深刻であった。キャンプミーティングは、こういった状況の中から現れた革新的な対応策であった。宗教的集会の開催は口伝えに広められた。当時の原始的な交通手段のために、これらの会合が居住地より数マイル以上離れたところで開催されるなら、出席希望者は、 外泊を覚悟せざるを得ず、適切な宿泊施設もお金もないにもかかわらず、彼らは開催期間中はその場所や近くでキャンプするなどして居残ることを絶望した。大規模な野外礼拝には真摯な信仰的情熱と関心から多くの人が広い地域から出席し、または好奇心と困難な辺境地のでの開拓生活における、 休息のつもりでやってきた者も,も、その多くが改心させられた。1819年のメソジストの野外礼拝の版画、彼らの日常から解放されての集会期間の間、これらの集会は、伝統的な礼拝様式とは異なり、出席者に切れ目ない礼拝を提供した。しばしば数時間を超える一人の説教が終わると、別のものが立ち上がって、前のものに変わった。 これらの会合は、アメリカ合衆国の第二次大覚醒として知られる、信仰復興に、多大な貢献をした。特に大規模で成功した、キャンプミーティングには、1801年のケンタッキー州、ケーンリッチで開かれたものがあり、宗教回復運動の発足とみなされるものである。1867年ニュージャージー州、ビンランドでの最初のホーリネス運動のキャンプミーティングの、結果。 彼らは南北戦争の余波の中で幅広い認知と実質的な人気を獲得した。ニュージャージー州オーシャングローブに1869年に創立されたコミュニティはクイーン・オブ・ザ・ビクトリアン・ガ・メソディスト・キャンプ・ミーティングスと呼ばれた。19世紀の終わり、心霊主義の信者もまたアメリカ合衆国中でキャンプ・ミーティングを催した。1807年、 イギリスのモーコップ地方で最初のキャンプミーティングが開催された。英国メソジスト教会はこれに反対し、普通の礼拝以外のことを催す傾向があるとして、後にヒューボーンを追放した。この事件が最終的に原始メソジスト教会の形成に通じることになる1815年、現在のオハイオ州トロントで、シュガーグローブメソジスト監督教会の牧師である。 J.M. ブレイ氏は年に一度のキャンプミーティングを始め、それは1875年に現在のホローロック精霊キャンプミーティング協会によって購入されたことで超強派となった。今日もキャンプミーティングを運営しているその協会はアメリカ合衆国に現存する最古のキリスト教のキャンプミーティングであると主張する。アメリカ合衆国のキャンプミーティングは長い。 間広大な規模で開催され続け、現在も開催されているものもある。主にペンテコステ派の集団だが、いくつかの他のプロテスタントや神霊主義の宗派も行っている。リバイバル集会は、しばしば、辺境地の野外礼拝の精神を現代に再現した、試みと論じられる。ありがとうございます。